糸崎久美男です。好奇心と欲望の解放という話をしようと思いますけども、今日は2022年の1月1日ですね、元旦なんですね、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。それで今実は善光寺に来てるんですね。実家の長野市に帰省したんですよ。まあ、去年一昨年とそのコロナ禍で帰省を控えていたんですけども、まあ今年はなんか帰省してもいい雰囲気で、まあ日本ではコロナ禍がね、終わったわけじゃないんですけども、まあ和らいだということで善光寺も人がたくさん、来てるわけなんですけども、それでね今年の私の抱負なんですけども、その最初に言った通りにその好奇心と欲望の解放をしていこうということなんですよ。で、去年の最後の動画でその自分は好奇心を抑えつけられていたんだと、もっと言うと人っていうのは、好奇心をね、いろんな形で抑制されていると、だからそれを意識して自覚して、もっとその自分はこういうもの不得意だとかね、そういうふうに思い込んでいたことに対して実はそうじゃないんだと、そして、自分が苦手だと思っていたこと、そして、自分が興味がないと思っていたことに積極的にその好奇心を向けてね、それでその、まあ、自分の、可能性を、ね、広げていこうというところで、こう自己啓発的な、まあことなんですけども、だから僕自身はその、まあ、前の動画でも言いましたけども、その子どもの頃は学校の勉強が苦手だったので自分は頭が悪いというふうにして思ってたんですね。頭が悪い人っていうのは結局はその様々なことに対して好奇心がないわけですよ。頭悪いから自分が勉強したって なんか勉強したってしょうがないっていうことで、子どもの頃本当本読まなかったですからね、私はね。でも実は本当は自分が勉強は好きだったということがだんだん分かってきて、でフロイトの本を読んで、その好奇心の抑圧の問題ですね、それを自覚して、だからもう自分は好奇心は抑圧されて育ってきたので、それをね積極的に解放するんだと、ね、いうふうに改めて思ったわけですよ。まあ自力でちょっとずつね、自分の好奇心というものを解放して、勉強の意欲というものを解放して、それなりにはいろいろと勉強してきたんですけども、まあ、まだまだ全然いろいろ足りないわけですよね。で、まあ、一つはだからその自分が純粋に知りたいという欲望を今までは解放してきたわけですよ。で、それはだからその直接はだからフロイトのレオナルド・ダ・ヴィンチ論を読んだんですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは好奇心に対しての抑制のタガが外れているので全方位にわたって好奇心を働かせた人なわけですよ。で、実は僕もそのタイプなわけですよね。自分もそのタイプだったと、ね、それはそのダ・ヴィンチと自分を比較するっていうのもおこがましいですけども、でも少なくとも方向性としてはその自分自身が美術家写真家って名乗っていながら、哲学的なことを喋らざるを得ないわけですね、この YouTube でね。で、そういう具合にして、まあ、自分の好奇心欲望を解放したんですけども、まあ、でもそのそれだけだとその、まあ、かなり不十分というかね、今のこの世の中を生きていくのは大変なんですよ。結局は、まあぶっちゃけ金にならないっていうことなんですよね。別に金にならなくていいじゃないかっていうね、純粋に学問的な追求を しているわけでして、でその意味で言うと、まあ、全然満足なんですけども、でも逆に言うとね、やっぱりもっとこう金が欲しいっていうそういう欲望、そしてその名誉が欲しいっていうね、そういう欲望を阻害されているんじゃないのかなと、私がね。だから金のために何かこう作品作ったりするのがくだらないっていうようなね、そうすると作品の質が落ちるっていうね、そういうその先入観が私の中にはあるんですよね。それは一面その通りなんですけども、もう一面を言うとそうではないわけですよね。むしろその作品の質がどうとかっていうよりも、私自身のそのお金が欲しいとかね、あとまあお金が欲しいってことは、だからその私のアーティストとしての
地位とか名声をもっとこう高めたいというね、そういうその欲望そのものが阻害されていたんじゃないのかなと、ね、だからその欲望が阻害されているということはその方向に対するその好奇心が抑制されているわけですよ。だからまあ、この YouTube を通して、主に YouTube を通してなんですけども、まあ、もう一つはそのカメラと写真のチャンネルをやってまして、そっちはその収益化を、目指している割にはなかなかうまくいかないんですけども、でもそのなかなかうまくいかない中でいろいろまあこう自分の中でそれなりに、勉強して試していったことがあったんですけども、やっぱりそのこの大勢に受けるコンテンツを作ると、大勢の人に受けるコンテンツを作りたいと、そういう欲望ですね、そういう欲望は私にはなかったんですけども、そういう欲望そのものを自分の中にこうもっと積極的に喚起していかなければならないんじゃないのかなというふうにして思ったんですね。だから、まあ、カメラと写真のチャンネルもそれなりには工夫して、まあ、最初はその新製品紹介みたいな、カメラの新製品紹介をしていたんですけども、最近はだからその写真誌と美術誌を一緒にして考えるみたいなね、そういうあの NHK 教育テレビ的な動画を作ろうとして何本か上げて、まあ、これも調べ物が大変なんでなかなかコンスタントにいかないんですけども、そうするとそっちの方はそのもちろん自分の興味に基づいて喋ってるんですけども、でもある程度はこうみんなのためになるようなこと、みんなが喜びそうなことを喋ろうとしてるわけですよね。でそしてこのチャンネルのこの今の動画のように台本なしでアドリブで喋るんじゃなくて、先に実は台本を用意してるんですね。もっと具体的に言うとそのノートの記事を先に書くんですよ、ブログですね、ノートってね、でそれを見ながら喋ると、ね、そういうそれもね、だから私にとっては今割とできるようになりましたけども、その台本読みながら喋るっていうのはかなり私にとっては苦痛なんですよね。でもまあそういう苦痛を乗り越えて、一応台本見ながら喋れるようになったんですけども、その台本の内容っていうのもその、まあ、みんなが喜びそうなことを、書いたり喋ったりすると、でそうするとね反応がやっぱりあるんですね。動画のアクセス数そのものは、動画の再生数そのものは少ないんですけども、まだ少なくて140とかその程度なんですけども、でもコメント欄なんかでは面白かったって言ってくださる方がいるんですね。あと Facebook や Twitter でも面白かったって言ってる方が言ってくださる方がおられて、やっぱりそういう反応が取れるようなコンテンツを作っていくと、だからそれは私が写真を撮ったりその作品を作る上でもそういうことの欲望を私自身がもっと喚起して、でそれのためにはどうしたらいいのかなっていうことの好奇心を働かさなければならないやというふうにして思ったんですね。だからこの私の今喋ってるこの暴走チャンネルを私が勝手に暴走するということで、私の知的好奇心の赴くままに喋ってて、でそれはそれでいいんですけども、だからもうここ何年もその2つの路線をやっていくというふうにして、思っていながらなかなかできなかったんですけども、でもまあ一つそのなんでできないかっていうと、その方向に対しての好奇心そのものが抑圧されていると、でその好奇心にこう、基づくその、あれです、欲望ですね、欲望そのものが抑制されていたと、抑圧されていたと、ね、お金が欲しい、名誉が欲しい、そんなのくだらないとかね、そんなこと言ったらその哲学なんかくだらないっていうことも言えるし、アートだってくだらないって言えるし、何だってくだらないって言えるんだけども、そのくだらないっつって、そんなの価値がないっていうことの、裏にはその抑圧っていうね、そういうことが働いていると、まあ、それがだから最近私がフロイト先生から学んだことだと、いうお話をさせていただきました。ということでね、今年も
ぼちぼちやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。